世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。そうですね、野球とかね、まあでもこの2人はやっぱりよく似てるところがあって、はい、もうこの第4ゲームまでやるとですね、はい、もうサービスの引き出しがもうないんですよ、はい、ですから、はい、もうレシーブミスとかがですね、はい、あんまりないですし、こう試合がものすごく引き締まったように見えますよね。6対6から始まります。最終ゲーム、サーブは龍崎。フォア前ではなくミドルへ長いサーブを持っていきました。変えてきましたけどね、はい、作戦としてはいいと思います、はい、まあ、第4、そしてこの最終ゲームと機能しているのは龍崎の本当フォアですよね。そうですね、もうこのフォアハンドが、はい、もう龍崎選手の生命線ですので、はい、もうこれを使わないと、はい、もう命絶たれてしまいますから、はい、さあサーブは高見。明治と愛工大 OB チームで相まみえます。取りました。これ一点一点の重みが第一から第4ゲームまでと違います。最終ゲーム、いやもうこれはもう集中力の勝負ですから、はい、もうあっという間に点数取られてしまいますので、はいはい、サーブは2本アウト。この9点目は大きい。なんかあの第4ゲームの最後の決めたサーブのところから龍崎の集中力がなんかアップしてません？もうこの試合にかける気持ちというかですね、はい、今日は勝つんだという気持ちの表れだと思いますね、はい、気持ちは今マックスですね。取りました。ラッキーですね。まあ、ここでもう連敗してる選手っていうのは、はい、あれまさか逆転されるんじゃないかなとかってふと思ったりするんですけど、はい、なんか思ってなさそうですよね。もうこの1本取らないといけないですね、はい、もうここで龍崎選手1点取られてサーブ権が高見選手に移ると雰囲気がめちゃめちゃ変わります。なるほど、はい、そこがまた卓球の恐ろしさですね。恐ろしいです。お前からネット。さあその嫌なイメージが湧き上がってくるところを龍崎どう抑え込むか。これ少しでも気持ちが弱気になると1点取れないんですよね。なるほど、はい、もう本当に強気で、はい、リードしている気持ちではないですね今。もう攻める気持ちしかないですね。付き合いアウト。やはりこうなっていく。もう1本サーブ高見。ここまでは予想通りなんですよね、はい、この1本がお互いどういうその気持ちでプレーするかによりますね、はい、弱気になった方が負けです。9点。点になりました、はい、第3マッチ。よくブロックしました。龍崎 T リーグで勝利、連敗を止めました。気持ちが特にこのゲームが進んだ最終ゲームに向けて乗ってきた気持ちの高まりが見ている者の心を打ちました。龍崎勝利しました。いや今ようやく
表情をほころんだ。最終ゲームを取りまして、第3マッチ 3-2 で龍崎連敗を止めた勝利、岡山リベッツにマッチカウント 2-1。